わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハムタイでございます。気圧使っていきましょう。アンチブロック、超アンチウィンド、アンチ魔法陣、超 SS、違う。超アンチワープ、連撃キライム、超 SS の短縮でございます。で、SS は今まで通り弱点ヒットで麻痺でございます。で、状態上回復ブラスト、超絶オールレンパレット、まあ、近畿26。そう、近畿26のね、反射枠として仕事をできるから強いんじゃないかと思って、さっき艦隊でやったのよ。負けたね。無理無理。ステ4で負けた。もう全然無理だった。はい。つうわけでね。まあ、今回はちょっと、そっか、貫通か。まあ、無理だ。だから今回はもう普通にね、2体編成にしました。さっきね、3体編成もやってみたんだけど、結果負けたし。はい。悲しいね。つうわけで、短縮しながら行こうか。もうね、気圧の強いところは決まってんのよね。ボス1と、ラスゲで、SS がめっちゃ強い。と思う。まあ言ってないから分かんないけどさ。でもね、弱いわけがないんだよ。そこでね、多分仕事してくれるんじゃないかな、作戦でやっていこうと思います。よしよしよし。ここも短縮決めて、なるたけね、今のうちに短縮決めときたいのよ。短縮が決めれるうちに。いやね、リムルとか、キラヤマトみたいな、ああいうはちゃめちゃな強さは全くないです。ああ、工場だね、ぐらいです。ただ、弱いとは言わせない。それぐらいの火力は見せつけてみせたい。はい。まあ、頑張っていきましょう。はい。じゃあ、とりあえずステージ突破でございます。まあまあ、短縮できたね。救急いけるでしょ。はい、じゃあ、ステージ2。あー、これワンチャン吹っ飛ばせんじゃない？いけ！あ？まあ、入れ板したし火力出てないし。これはね、気圧が悪いんじゃない？俺が悪い。良くなかった、今のショットは。ちゃんとまっすぐ引っ張れよかった。これも、多分友情でいけんじゃないかな、これ。あ、しくった。良くないね。これちょっと良くないよ。落ち着いてやっていこう。来た。けど、混乱を潰したいんだけど、白幕で行くかな。回復ブラスト。あ、まあ、アムリタは解除したから、とりあえず、OK でしょ。ね。で、アムリタ解除して、アムリタで 2PSR はみんな解除、ハッピー。てか、アムリタそもそも状態上回復持ってる。まあ、そこはいいとして。そうだからね、例えば、アムリターのターンで、アムリターが混乱してて、味方の気圧も混乱してても、状態上回復ブラストが打てる。みんなハッピー。かな？そういう作戦でいこうと思います。これも多分、殴って友情出せば。行ったっしょ。よし、行った。ありがとう。いや、そうだね。やっぱり2体だね。あ、もちろんそう、上手い人だったら多分3体編成いけると思うよ。4体で行った人がいたら、俺はもう、その人こそ尊敬するよ。どういうことって。クリティカル運恵まれすぎでしょって。レベルになっちゃうんで。多分、2体がいいとこじゃないかなと思います。4P、あ、4P ずらしたけどよかったな。これ入れっかな。いや、見してっか。せや。崩れるよ。あ、大丈夫、加速する。大丈夫、加速する。大丈夫、加速する。来た、あ、入ってない。俺のせいで気圧がやられてる。ちょっと待って、もう一回チャンスください。ここでリタちゃんで、リタちゃん 2P 下にずらしてからの、この位置。この位置なら、余裕でしょ。SS も使わん。ほい。惜しい。そうだね。今、友情コンボなかったら削りきれなかったわ。認めよう。そう、ここ。ここがね、揮発艦隊を潰した。無理に決まってたわ。キラヤマトとか、リムルはさ、ほら、持ってるじゃん？割合 SS を。割合なしで、ここは、まあ、無理だわ。揮発は揮発でやれることやっていきましょう。連撃キラーでね、雑魚潰し。このくらいだったら、お手のものよ。そしたら、リタちゃんか。これ SS 使っとくか。さっきからね、私ここで削りきれないパターンが多すぎたんで、ビビってます。あれどっちだっけ？アンチブロック外せる。ね、最近友情ゲーとかやっちゃってるからさ、感覚狂ってたけど、本来こうやってやるクエストだもんね。そう。本来のやり方を忘れちゃいけない。よし、まだまだ。連撃キラ。まあそうそう。こんな感じなのよ。削れても。削れてこんなもん。
つときついね。下、あー下処理しきれない。でもまあ反射だから別に弱点あろうがなかろうが関係ないからさ、ハマっていこう、ハマっていく。よし、オッケー、突破。やっとここ突破できたよ。よし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 ね。でここに関してはまあまあまあ普通に仕事はできると思うけど、友情コンボ自体もそんな悪い友情じゃないから下ぐらいいけないか。お、これは状態上回復ブラスト見せちゃうとき来たんじゃないの。 4P に触れば全員解除されるんじゃないの。あ、 3P されてね。あらやだ。まあまあでも 1P をね解除したからよしとしとこう。ほい、じゃあボス1やっていきましょう。さあここで SS 見せつけられればいいでしょう。ねえ、近畿26言うてまだまだね楽なクエストじゃないから、まあ、キャラ持ってりゃ楽勝だけど、キャラないとねそこそこきついからさ。待って、これでも弱点、次は無理だか。次リタちゃんだったら、いやーどうだ、友情拾って左下で貫通になって帰ってくれれば。いや、バッテリー入れバッテル、ごめんなさいねえ。これでアムリタ、ここでアムリタがね混乱してた方が絵面は良かった。思い出して、よし、じゃあストライクショットいっちゃおうか。ここで一撃でパーン持ってったら、おお大したもんだと言っていただけると我幸いでございます。しかもおまけで麻痺もする。まあ、このターンで麻痺打つ意味ないけどね。いや、加速拾ってっか。はい、どないもんよ。おおそうそうそう、それが見たかった。俺はお前もってなるよな。この一瞬のために連れてきたと言っても過言ではない。連撃キラーだからね、弱いわけがないんだよ。ありがとう、ありがとう、生きてくるスペックが。バラバラ友情で、いやー上残ったか。大丈夫、なんとかなる。状態上回復は、いやー負けねー、負けないねー。しゃあない、上倒そう、頑張ってポンポンで。しゃあなし、しゃあなし。お、シャキシャキ祭り、シャキシャキ祭り、秋の夜、いいね。さあまた出てきちゃったね。ただ SS は使えんからな、一応短縮しながら。お、リタちゃんも触った。いやー雑魚処理ができん。よし、オッケー。え、また出てきたっけ、忘れてんな俺。あー参ったかもしれん。パクるか、パック使って。次リタちゃんでしょ、リタちゃん SS 使いますだね。そう、リタちゃんの SS するしかねえや。これも攻めた方がいいかな、攻めるか。シャキシャキ祭り秋の陣第2弾、思い出して。あ、強い、優秀、いや優秀。結局アムリタが強いっていうね。まあアムリタはこのクエストのために作られてるから、しゃあなしゃあなし。さあやってまいりました、ラスゲー。ここだよ、ここ、ここでもう一回ボス1みたいなことができれば、おお揮発やるやんってなるよね。それ狙いでやっていこう。さっきからね、状態上回復ブラストがそこまで仕事しないんだよね。これ SS 処理できたんだっけ、ちょっと記憶うろ覚えだけど。壁すり抜けポンポンでしょ。追撃ドッカーン。うん、いいね。まあ、下は下なし。
で、ここでハマリーの、この角度微妙いな。嘘、嘘だと言って、やっつって、やばいな、初手アムリタちゃんでやるつもりだったからな。いやー、これミスったか。いや、 2P 縦軸でいけばなんとか倒せないかな。混乱がどこに飛ぶか。うわー、マジかよ。渋いなー。ナイス、クズリュウ。それでいい、それでいい。とりあえずそいつ倒さないと話になんねえから。状態上回復ブラスト。あ、大丈夫だね。そしたら、ここで、下倒せっかな。足りんか。足りん。ここで足りんか。待って。だって、そしたらさ、SS、た、無理じゃね？え？これ無理じゃね？あ、これしくったか、もしや。2Pをちょっと左に。いいね。あ、行き過ぎ。 4Pまで回んねえじゃん。連撃キラーを生かすとき。SS 使わなくても仕事するじゃん。 OKOKOK。 まあとりあえず OK だ。まあボス1でミスタイムを見せたし、とりあえず OK ってことで、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。なんかちょっと不完全燃焼だけど、まあ勝ったからよしとして。はい、 OK。 本当に OK かな。じゃあバイバイ、ありがとう。ちなみに本当にぶっ壊してないから、何にも妥協枠。バイバイ。